家で思い出したけどさ、うん、動画とかでも何回も紹介した韓国に、うん、あの家を借りててうちらが、それがあのなんと、強制退去ということになりましたついについにコロナのせいで行けなくなっちゃって、解約しましょうってなって解約したんだけど、うちらもね大事な荷物がその家にもう置きっぱなしなわけよ。そうそう、じゃあどうしましょうってなったら、捨てときますねって言われた。元カレとの、だよな、元カレとのプリクラも全部韓国って独特すぎない？日本だったらさ、ないじゃん絶対勝手に家具を。そうで、勝手にまず部屋の番号を教えてって言われて、あの韓国基本的に鍵じゃなくて暗証番号なんですよ。だから鍵なくてもあっちは勝手に家入れるんですけど、パンツとか誰のおかずにされてんだろう、ね、うわっ、うん、でそういうのちょっとさ、いや持って帰れるやつ持って帰ってそうじゃない、売られてるんでしょ海外サイトみたいな、見たことあるかもしれない海外のさ、通販あるのかな、海外通販しかも家じゃない、海外通販でもなんか韓国の家とかって前の人が住んだその家具とかって、うん、使えそうなやつを置いてっていいところとかあるよね。だからうちらが今あの住んでた韓国の家もベッドと机とテレビと冷蔵庫電子レンジはあったよね、うん、もともとね、もともと思い出がちょっと消えた感じがして悲しい、うちは、うん